皆さんこんばんは、 MK です。今回はスーパーフラットな世界でエンダードラゴンの討伐に挑戦したいと思います。いやいや、この人は何を言ってるんだと、そう思ってる方たくさんいると思います。そう、スーパーフラットというのはクリエイティブモードでよく使われる世界が真っ平らになる設定のことですね。もちろん木や水などの資源はありませんし、下を少し掘ると岩盤が見えてきてしまいます。こんな世界でエンダードラゴンの討伐は果たしてできるんでしょうか。いや、できないと諦めてしまったらもうそこで終わりですので、今回はなんとかエンダードラゴンの討伐までやっていければと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで、まずはとりあえず歩き回りましょうか。おっと、豚がいました。空腹になる前でよかった。よし、じゃあ早速倒していきましょう。ごめんなさいね、今 MK さんは食料がないんです。いや、でもかまどを作れないから、これ生で食べるしかありませんよね。あんまりやりたくありませんが、生で食べていきましょう。当たらないように気をつけないといけませんね。よし、じゃあ残りの豚も倒してしまいましょう。はい、これが最後の1匹ですね。豚さんごめんなさい。オッケー、これで9個。おっと、牛もいましたね。じゃあちょっと牛も倒していきましょう。羊もいた。もうみんな倒しちゃうもんね。待って、牛を追いかけてたらさ、あれって村じゃないですか。村があればなんとかなりそうですね。これ構造物は生成される感じか。よーし、じゃあ早速村に向かっていきましょう。はい、オッケー、村に到着しました。木があった。木があるだけでも全然難易度が違いますよね。はい、じゃあ早速サバイバルの基本である木を掘っていきましょう。そして待って、よく見たらここに水があるじゃないですか。水があったらもうこっちのもんよ。はい、そしたら今取った原木を、木材に変えまして、早速作業台を作っていきましょう。これ斧とかさ、待って、鉄手に入りそうだな。アイアンゴーレムがいるんで、あいつを鉄にして先に鉄の斧とかにしちゃいましょうか。じゃあ適当にここ作業台置いて、いや待てよ、これさ鍛冶屋があるってことはさ、ワンチャンここで鉄手に入んないか。わー、びっくりした。うわ、なんだ、え、今ゾンビの声聞こえたけど、何、ゾンビどっかにいんの。え、ああ、この下かな。いや、よくわかんねえわ。よくわかんねえけど、とりあえず開けていきましょう。ポン！中にはナイス！でかすぎる！待って！こんなに鉄もらっちゃっていいんですか？この世界でこの量の鉄はマジで神。そして、ここ鍛冶屋なんで、マグマもあるんですよ。このマグマとさっきの水を組み合わせれば、ネザーゲート、いやでも2個じゃ無理か。まあまあまあ、でもとりあえずネザーゲートの一部はできそうですよね。じゃあ早速この鉄のブーツ着てしまいましょう。そして、この鉄のインゴットを使って、鉄の斧作っちゃいましょうか。はい、じゃあ棒を、はい、並べて、鉄の斧ですね。そして待って、鉄のつるはしも作っちゃった方がいいよね。はい、じゃあ待って、使うか。いや使うな。はい、じゃあ鉄のつるはしも作っていきましょう。まあとりあえずこんなもんにしておきまして、じゃあささっとアイアンゴーレム倒しちゃいましょうか。ちょっとかわいそうですけど、まあしょうがないですよね。この世界での鉄は貴重すぎますから、そしたらここに1個ブロックを置いて、なんか最近ごめんなさいね、アイアンゴーレムさん。はい、そしてここ1、2と積み上げて、はい、こっち来てください。そしたら早速倒していきましょう。はい、そろそろでしょうか、アイアンゴーレムさん。なんだかボロボロになっていくのはかわいそうですけど、 MK さんのために鉄になってください。オッケー。はい、これで鉄が全部で13個、でかすぎ。そしてはい、パンも食べまして、あとなんかあるかな、いい感じの。うわ、ここは家事代か。で、できればさ、矢細工台はここでゲットしておきたいな。こんにちは。おっと、ナイス！来ました。矢細工台があれば、あれ？あなた違うよね。弓矢が交易で手に入る。ちょっと、何あなた。おお、大丈夫か。矢細工台があれば、交易で弓矢が手に入るので、これがマジででかいのよ。そしたらさ、ちょっと木材集めちゃいましょうか。あ、そしてベッドも回収しておきます。じゃあ、木材集め、レッツゴー。はい、大量の棒を集めてきましたよ。これでエメラルドに交換して、でも、これ全部、弓矢に変えちゃっていいですよね。はい、じゃあ弓矢に変えてと。はい、オッケー。あ、そっか、ちょっと待てよ、これ弓も欲しいから一旦ここで離して、はい、弓もくださいな、ありがとう。そしてさ、できればさ、火打ち石が欲しいんですけど、火打ち石ってさ交換してもらえないんだっけ。あ、
あーでも砂利が、そう砂利が手に入んないのよ多分この世界だからさ、火打ち石欲しかったんですけど砂利自体が手に入らないのか。うーわどうしよう、うわどうしよう。うーわ待って、これさネザーゲートに火つけるときマジで困るな。まあとりあえずいいや。じゃあこれ、2つ交換しちゃって、まあ弓矢はこんなもんでいいでしょう。そしたらもうちょっと村を漁りましょうか。お、チェストありました。ポン、中身は微妙だな。まあまあまあでも食料は貴重ですからね。これ後々丸石もあった方がいいですよね。よし、じゃあなんだかかわいそうですけど教会も壊してしまいましょう。はい、オッケー。とりあえず1スタック集まりました。こんだけあれば十分でしょう。そしたら周りのモブとかも倒して食料を集めつつ、ちょっとかまどで焼きましょうか。せっかくねこれ生の豚肉があるので、このまま食べたらもったいないですよね。じゃあここに入れて、木材で焼いていきましょう。よし、木材だったらいっぱいありますからね。じゃあちょっと食料もこうやって確保しちゃいましょうか。よし、とりあえずこんなもんでいいでしょう。はい、そしたらかまどももらっていきまして、そう豚肉ね結構集まったんで、これでまあなんとか冒険はできると思います。そしてこのマグマ、絶対に使いたいので、一旦ここで、バケツを作っておきましょう。バケツ何杯作れる？1杯、まあ2杯あれば最低いいけど、水も欲しいからまあ3杯は作んないといけませんよね。で最終的にこれさ、バケツ10杯作んないとネザーゲート作れなくね？やば。まあまあまあそれはなんとか後でしましょう。はい、じゃあここでマグマ2杯取りまして、一応水もね1杯もらっておきたいと思います。まあ水は村さえ見つかればどこでも手に入りそうですけどね。そしてここの座標も念のため覚えておきましょう。よーし、そしたらまた次の村でも探しましょうか。お、また村を発見しました。ここにさ鍛冶屋さんいませんか？できればマグマが欲しいんですけど。お、アイアンゴーレムはまずいましたね。じゃあこれでとりあえず鉄はちょっともらえる。そして来ました、この俵よ。俵さっきあったっけ？あら、ちゃんと見てなかったんですけど、まあとりあえず俵も回収していきましょう。待って、これさ鍛冶屋さんないっぽくね？あー、ないですね。一通り回ったけどマグマがあるタイプのお家見当たりませんでした。まあでもここはね羊飼い、まあこれ羊飼いなのかな、ちょっとわかんないけど、この俵がたくさんある家があったので、まあとりあえず食料は取れたでしょう。そしてそこのお家にはチェストがあったかと思います。開けていきましょう。ポン、どうでしょうか？微妙いな。できればもうちょっといいものが欲しかったんですけども、まあじゃああとはアイアンゴーレム倒して次の村に向かいましょうか。はい、どうだアイアンゴーレムさん、何個落としたでしょうか？何個かは分かんなかったけど、まあとりあえず鉄インゴットは8個になりました。そしたらまた次の村見つけていきましょう。これも今回はね村巡りだ。え、待って、あれ何？これなんだ？廃校？いや待って、エンド要塞じゃね？違う？エンド要塞だよね。来た。まさかのまさかのネザー行く前にエンド要塞発見しました。そうだよね、これスーパーフラットの世界だから地下はないのか。だからこうやって地上に浮き上がっちゃってるんですね。そして絶対あれがあれだわ、エンドポータルがある部屋だ。でエンドポータルがある部屋にはそっかマグマが6箇所あったと思う。だから今1、2あるから8か、実質あと2個。まあどっかの村であと1個だけ鍛冶屋さんを見つければネザーゲートを作るためのマグマは集まりそうですね。そしてこれさ、うわ来た来た、チェストとか丸見えになっちゃってるんで、これチェスト回収しましょうか。なんかいいものが入ってるかもしれませんよね。ポンポンと、はい、オッケー、開けていきましょう。はい、中身はナイス、鉄インゴットと鉄の剣ゲットしました。まだあるよね多分チェスト。あっと、あっち側にもありました。じゃああっちも回収していきます。はい、オッケー、回収していきましょう。ポン、中身はナイス、来ました。鉄めっちゃ手に入るじゃんエンド要塞。あんまりさエンド要塞来るときに鉄ってちゃんと見てなかったけど、こんなあるんだね。そしてあそこにもチェストが2つありますね。ガンガン回収していきましょう。はい、オッケー、できれば鉄をください。ポン、中身はナイス。いいね、こんな鉄入ってるんだエンド要塞って。はい、そしたらそっち側もポン、中身オッケーオッケーオッケーよ。え、待って、もうこれさ鉄のフル装備作れちゃいますよね。で結構今もうチェスト回収、あそこは開けてないかも。もうせっかくだから全部回収しよう。はい、これが最後かな。ポン、中身はおっ
おっと、いいんですか？こんな鉄もらっちゃって。で、これで多分最後だと思いますんで、これさ、もうネザーゲート作っちゃうか、あそこに行けば、まあ、作っちゃうというか、作りかけちゃうか、そうすれば、バケツの節約になりますよね。あそこの6個組むのを、6杯のバケツ作ってやるのは、ちょっともったいないので、鉄が。ここでもう黒曜石に変えちゃって、バケツをね、節約したいと思います。じゃあ、先にこれ、鉄装備作った方がいいよな。じゃあ、作業台を置きまして、おー、鉄も、ちょっとやめて。そしたら、ここで、鉄装備作っていきましょう。ヘルメットと、レギンスと、そして最後にチェストプレート、オッケー、これでフル装備ですね。多分あそこにはなんだったっけ、シルバーフィッシュか、シルバーフィッシュのスポナーがありますので、やられないようにジャキンジャキンジャキンと着ておきましょう。そしたらこれを壊しまして、ささっと行ってささっとスポナー壊しますよ。待って、これさ、ワンチャンさ、シルバーフィッシュに攻撃されて落ちるっていう可能性あるよね。落下ダメージが怖いので、オッケー、ちゃちゃっと壊しましょう。おっと、そしてエンダーアイ、お、あ、あ、そっか、ここにもマグマある。待って、終わったわ、これ。来たわ。ここでネザーゲート作れちゃうじゃん。ああ、いいんですか、そんなことしちゃって。もうやっちゃうもんね。はい、じゃあ、ここにネザーゲートを作りたいと思いますんで、一旦水を垂らして、で、大丈夫だよな。オッケーオッケーオッケー。で、ここでマグマを組んで、ん？あれ？なんか今、あれ？なんだ今の。なんか今バグったよね。マグマ組んだけど、組んでない判定になった。まあじゃあこういうバグも利用しつつ、ああ、ない。完全にバグったな、今。はい、じゃあここでポンと置いて、オッケーオッケーオッケー。じゃあこういう感じでネザーゲートを作っていきましょう。こんな運いいことある？はい、じゃあ最後の一個、ポン、ここに置きまして、オッケー、ネザーゲートを完成しました。そしたらここに火をつけたいんですけど、今回火打ち石と内金が手に入ってないので、これ無理やりさ、木材に火つけて、引火させよっか。確かこれいけるよね。こういう感じで木を置いて、ここにマグマを垂らすんだったかな。ちょっと記憶が曖昧なんですけど、確かこれで木を燃やせば、なんかこう、うまい感じに行くんじゃなかったっけ。あ、火はついた。けど待って、これさ、引火しない？これこっち側に。ちょ。あー、ダメかな。え？なんで？うわ、びっくりした。びっくりした。ついとるんかい。これ、なんだ？今、マグマ回収したらついた？ちょっとよくわかんなかったけど、まあいいんだ。ついたらいいんだ。つくならいいんすよ。はい、そしたら手前の木を全部回収しまして、マグマが近くにあったからダメだったってことなんかな。まあいいんだ。どうでもいいのよ。はい、そしたら早速中に入っていきましょう。ネザーの世界にゴー。いや、なんかこうやってエンドポータルの近くに作れるといいですね。そしてネザーはやっぱりフラットじゃないのか。そうですよね。じゃあここでは普通にネザー要塞と歪んだ森を探していきましょう。お、待って、来た。え、運よ。うわー、びっくりした。運がいいんだか悪いんだかですけど、いやでもいいでしょ、だいぶいいと思う。よし、とりあえず歪んだ森は発見しましたんで、ここでちょっとボート作りますね。木材を使ってボートを一つ作りましょう。これがあればエンダーマンを完封できますからね。よし、じゃあエンダーマン、さっきいたよな、ここに。こんにちは。あ、いるけど、ちょっとその位置は嫌だな。もうちょっと安全なところを探しましょう。お、いました。しかも2体。これは相乗りエンダーマンが狙えるんじゃないでしょうか。いや、でもここは危ねえな。一旦じゃあここ2人とも引き寄せて、で、下でやろう。はい、下にボート置きまして、はい、ここ、なんとか乗ってください。ナイス、相乗りエンダーマン。はい、本日の相乗りエンダーマンでございます。皆さん、スクリーンショットのご準備はよろしいでしょうか。はい、パシャリと。スクショを取れたところで倒していきましょう。さすがに2体もいたら1体ぐらいはエンダーパール落とすんじゃないでしょうか。落としてる、ナイス。そしてあなたは落としてない。まあいいんだ。でさっきエンダーアイが1個ハマってて、で別にもうあれですよね、なんだったっけ、エンド要塞探す必要はありませんので、エンダーパール11個でいいのか。じゃあ11個を集めていきましょう。はい、本日2回目の相乗りエンダーマン、どっちかが落としてくれたらいいんですけども、エンダーパール落としてください。落とした？落としてないね。はい、だったらあなたが落としてください。さっきのやつの責任取って OK。 はい、ということで
でエンダーパール11個揃いました。そしたら今度はエンド要塞じゃねえや、ネザー要塞を見つけてブレイズロッドが6個か。よし集めていきましょう。うわ結構近くにあった。ちょっと待って、そしてさ目の前にもブレイズスポナーあるな。ブレイズロッドが5本、あぶね、5本だけでいいからもうここを無理やりゴリ押しで集めちゃおっか。いけると思うよいけなかったらまた後々考えましょう。うわここ木で作んのよくねえな。はいここじゃあ無理やり木で作って、いやもうネザーラックあるだろネザーラックで作りましてと、で後ろ側大丈夫だな、来てないな。よしじゃああとは湧くのを待ちましょう。ちょっとここいらないね、湧いて、湧かないね。あれじゃあリンゴを食べて待ちますけども、あれこんにちは。うわー湧いた、いけ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 、突っ込め突っ込め。なんとか5本ここで集めていきましょう。ゴリ寄せ、いけ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 、とりあえず1本とりあえず1本とりあえず1本、オッケー今ので1本ゲットね。はい残り4本頑張ります。待ってあと1本なんだけどさ、マジでここきつい、ちょっと無理だな。おっと後ろいたな、あいつにしよう。ちょっと待って、ちっちゃいピグリンもいたけども、ピグリンちゃんはこっち来ないでくださいね。ピグリンにかまってる暇はないんです。オッケー、とりあえず6個ゲット。ピグリン来た、来てない、大丈夫だな。よしオッケー、これでエンダーアイは作れると思いますので、あとはお家に帰りましょう。お家に帰るのもきついってば。はいここを抜けた先だったと思います。オッケー、なんとか現世に帰れますね。そして帰ったらすぐもうエンダードラゴン戦ですよ。よしじゃあ早速エンダーアイを作っていきましょう。ブレイズロッドをブレイズパウダーに分解してエンダーパールと合わせてクラフトしてと。はいオッケー、エンダーアイが11結構できました。で今回はもう投げる必要がありませんので、ここにはめていきたいと思います。またこれ間違って投げたら終わるぞ間違って投げて消えちゃったらまたネザー行かないといけないので、そこは気をつけましょう。オッケー、よーしじゃああとは大丈夫だな。持ち物も大丈夫で、弓をちょっと構えておきまして、ツルハシも新品にしておきましょう。で水持って、ブロック持って、焼き豚ステーキ、オッケー。よし行きますよ、フラットな世界のエンダードラゴン戦へゴー。うわーそうなるか。多分ねこのエンダードラゴンがいるエンド島はフラットにはなってないと思いますけど、どうでしょうか。お出口早いね。はいじゃあここ上行きまして、ほらフラットにはなってませんね。よーしじゃあ早速エンダードラゴン倒していきましょう。まずはエンドクリスタルからですね。あとエンドクリスタルここだけなんですけど、さすがにちょっと弓矢じゃ届かないので積んでいきたいと思います。怖いな、エンダードラゴン来ないでね。はいそろそろ頂点だと思います。オッケー、そしたら前にブロックを置いてポンと、オッケー、よしこれでエンドクリスタルは全部壊しました。で上からはボートで降りましょうね。もう安心安全で行きましょう。ピューンと行きまして、オッケー、よーしあとはエンダードラゴン倒すだけ、ちゃちゃっと行きますよ。よーし決めましょうか、エンダードラゴンこれで終わりだとか。オッケー、はいということで今回はスーパーフラットの世界でエンダードラゴンの討伐やってきましたが、いかがでしたでしょうか。最初は無理なんじゃないかと思ったんですけど、なんとかなりましたね。今回のサバイバルも楽しかったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。